ドビュッシー管元楽組曲第1番は、ドビュッシーが作曲した還元楽作品である。ルシュール番号は L46 である。1882年から1884年の間に書かれたと考えられている。全4曲からなる。この曲の存在自体は、以前から知られていたが、長い間、楽譜は紛失されたものと思われていた。自筆譜は、 2006年にモルガンライブラリーで発見された。この曲が書かれたのはドビュッシーのパリ音楽院生活の最後の時期にあたる。時期的にはエルネスト・ギローの作曲家のクラスに入った頃に相当する。この作品以前に手掛けたオーケストラ作品としては公共曲の単調、オペラ、森のディアーヌのための助曲などがあるにはあるのだが、完成された作品としては オーケストラのための感想曲を書いただけなので、この還元楽組曲第1番がドビュッシーの事実上の最初のオーケストラ作品だと言える。若い頃のドビュッシーはラロの音楽を大変高く評価しており、この曲にもその影響が認められる。音楽学者のジャン・クリストフ・ブランジェによると、第4曲の行列とバッカナールにはラロのバレエ、 ナムーナの中のバッカナールを彷彿とさせるパッセージが含まれているという。この曲の存在自体はドビュッシーの発言や手紙により以前から知られていたが、楽譜は所在不明のままだった。1977年にフランソワル・シュールが出版したドビュッシーの全作品目録の中に実質譜の所在に関する記載があったことから楽譜が、 謙遜していることが音楽学者に知られるようになった。その中には、1958年に、ニューヨークで、ピアノ連弾版とオーケストラ版の2種類の自筆譜が、売却されたこと、自筆譜の以前の所有者が、アンリル・ロルの家族だったことが書かれていた。しかし、自筆譜の行方はその後長いこと不明なままだった。自筆譜の所在が分かったのは2006年のことで、 音楽学者のジャン・クリストフ・ブランジェがニューヨークのモルガン・ライブラリーの電子版目録を調べていて、プルミエール・スイート・ディー・オーケストラと題された自筆譜が含まれていることに気づいたのが発端である。最初、ブランジェは何かの間違いだろうと思っていたが、ドゥニエルランに確かめたところ、調査の結果、本物であることが分かった。同時に、1996年にロバート・リーマンが、 自筆譜を購入し、保存のためにモルガンライブラリーに収めたのだが、その後、特に注目されることもなく、そのままライブラリーの中で眠っていたことも分かった。発見された楽譜には二つの版が含まれていた。一つは、ドビュッシー自身の編曲によるピアノ連弾用、もう一つは還元楽バージョンである。ただし、オーケストラ版には第三曲が含まれておらず、紛失したものとみられる。 ドビュッシーの初期の作品については、作曲経緯がわからないことが多く、この曲もまたその例外ではない。1882年から1884年にかけて書かれたと考えられているが、詳しいことはわからない。若干詳しいことがわかるのは、第2曲、バレエのみである。フランス国立図書館に収蔵されているドビュッシーの作曲ノートからわかることは、 オーケストラのための感想曲を書いた後、2曲目のバレエのスケッチを始めたこと。しかし、その後完成までは時間がかかり2年を要していたらしいこと。1884年2月の試験にバレエを提出していることである。第1曲祭り三拍子の三部形式の小曲。主部は主に短い動機を繰り返すことで構成されている。中間部は、 木管楽器の細かい動きと弦楽器の旋律が中心の音楽である。第2曲バレエ中近東のオリエンタル音楽風な、ところのあるエキゾチックな曲である。1884年のカンタータ、ホートームスのオーケストレーション、特にエアーデバレエと類似点の多い曲である。第3曲向この曲のみオーケストレーションがフィリップマヌリによるものであるため、 他の3曲に比べると繊細すぎる感は残るが、少し後の作品である、宝刀息子や、選ばれた乙女の音楽や火星を感じさせる。第4曲行列と、バッカナール、行列は、金管楽器とティンパに、シンバルが派手に活躍する行進曲風の曲である。バッカナールは、木管楽器と弦楽器が旋律を繰り返すことを主体とした、落ち着いた曲奏で始まり、 次第に活発で派手な曲に変わり、再び行列の音楽が戻ってきて華やかに終わる。わずか数年後のドビュッシーの音楽からすら想像しがたい大行な曲である。ドビュッシーは1888年から翌1889年にかけてピアノ連弾のための小祖曲を書いたが、この還元楽組曲第1番を意識して書かれたと考えられている。 タイトルにつく、ショーという形容詞、還元楽組曲第1番と、小祖曲ともに、行列と、バレエという題名が使われていることがその理由である。約30分ピアノ連弾版は、2008年6月11日に、パリのアメリカ大使館で開催された、イベントトレゾール・ラトルーブス・ D、オリエント・イ・ D オクシデントの中で初演された。初演者は、ノエル・リーとアレクサンドル・タローである。 初演には、中仏アメリカ大使夫妻の他に、ローラ・ブッシュ大統領夫人も出席した。オーケストラ版は、2012年2月2日、パリのシテドゥラ・ミュージックにて、フランソワ・グザビエ・ロット式、レシエクルーの演奏で初演された。第3曲は、還元楽版が残されていないため、作曲家のフィリップ・マヌリが、還元楽用に編曲したものが使われた。ピアノ連弾版は、パリのデュラン、 サラベール、マイナスエシック社から2008年に出版された。オーケストラ版は、デューラン、サラベール、マイナスエシック社間ドビュッシー全集第5シリーズ第1巻として、観光予定。ドビュッシーにピアノズ &4 メインズ、デッカ、2012、演奏は、フィリップ・カッサールと、フランソワ・シャプラン・アディションス・ムシカレイス・オクトシュド、2013。ありがとうございます。